毛布にくるまった男性毛布は、羊毛などを厚く折って気毛,毛などの処理を施した製品で、主に寝具として用いられる。ブランケットとも呼ばれる。また、略して、ケットとも呼ばれる。主な用途は、睡眠中の暖かさを保つことである。寒さの程度に応じて、複数枚を使用したり、掛毛布、敷毛布として、利用方法を変える。日本へは、 明治時代初頭に寝具というよりも防寒具として導入された。毛布には折毛布と変毛布がある。電熱線を内蔵し、加熱、保温を行う毛布。ウェイトブランケットともいい、一定の圧迫感によって安心感を得る感覚花瓶の子供などのために、ガラスペレットなどであえて重量を増した毛布。ウェーテッドブランケットを参照。近年では一般向けの安眠グッズとしても、 販売されている。幕末期に日本に毛布をもたらしたイギリスの貿易省は赤い毛布を導入した。日本と同じくイギリスから見れば東国であるインドでは赤色が好まれたからである。これを母親戦争の兵士が防寒用に用い、明治になって一般市民も用いるようになって赤ゲットと呼ばれた。地方から上京する際にこの赤い毛布を 角巻のように身にまとうものが多く、そこから転じて田舎者を指す言葉となり、エッセイなどにおいては1970年代まで使われている。2019年の大河ドラマ、伊賀展でも描写されている。シ具以外の用途として、次のような用途がある。ありがとうございます。